J1 の新記録を作るほど堅い守備を誇っています。名古屋のキックオフで前、そして米本丸山は上がってきました。一番遠いところ、こぼれたところに稲垣がいますが、ヘディング、こちらが先ほどのプレーです、はい、もう直接入るようなボールですけどね、大迫よく弾きましたね、はい、ゴール中央柿谷、こぼれたところに稲垣、ミドルもあります。あ、さあヘディングシュート決まった、丸山今シーズン初ゴール。先制は名古屋グランパス、前半の22分です。ゴールを決めていきました。いや、キーパーから逃げるボール、うまくファーサイド、おそらく狙ってると思うんですね。又吉結構ニアサイド狙うことが多いんですけど、ここはファーサイドで丸山もそれをしっかりこう見て、うまくこうポジション取って、ただ大迫がね、これおそらく目測ちょっと誤って、前の方にポジション取ったところでかぶってしまいましたね。あとゴールにもう誰もいないんで流し込むだけだったですね。反転したジュニオルサントス、ただここは名古屋ボール。ここで前半終了のホイッスルです。森島仕掛けていく、エゼキエウ、剥がれた、エゼキエウ左足、ランゲラックです。エゼキエウ剥がしてフィニッシュ、はい、稲垣が、ね、これボールを奪ったかと思ったんですけどね、そのこぼれ球拾って自ら仕掛けましたけどね、ちょっと最後シュートに、はい、まあ、右利きですので巻いてくるボールもあります。さあ巻いてくる、ヘディングシュート、これは枠の右です。ジュニオールサントス、はい、ゾーンの外側ですね、届かないところにボールを送り込ん、ワントップに柿谷、その下に阿部が入っています。2列目右サイドが前田ですが、柿谷から、さあ阿部か、マテウスに来た、マテウス、マテウスの左足、わずかに枠の右。ここのカットから柿谷に入るの、ここが早かったですね。で、阿部も自分でも行けたかなと思いましたけども、マテウスに通して、そしてで東、ジュニオサンです、うん、縦に両つるとこ、右足のシュートはゴールの左です。ここワンタッチで入って、まあ、相手の股の間をパス狙ったなんですけど、カットされたボール、さあ縦にカーベ、カーベ、その前ランゲラックです。いいタイミングのスルーパスでしたけどね、惜しかったですね、はい、カーベに下げて青山から右側、うん、右足のシュート、荒木のシュートはランゲラックです。いや、ここしっかり胸で落としてね、シュートを出せるような落としをしましたね、はい、どこさ入ってますからね。チャンスになる前田です。エリアの中、左足のシュート、今うまくコーナー取りましたね、はい、最後大迫が左手、うん、柔らかいボールヘディングで落として、ジュニオールサントス、ジュニオールサントス右足、ランゲラックキャッチしています。できましたけどね、はい、ちょっと最後窮屈になりましたがね、シュート打つ瞬間が。アディショナルタイムは6分台に入っています。ここで試合終了のホイッスルです。名古屋連勝、そして9試合連続無失点。